私、鉄のインゴットが8個ありますよね。8個あるから、金床で、鉄の槍作りましょうか。強くならないといけないもんね。今現在持ってるのが40なんですよね、ダメージ。これ70なんで、かなりパワーアップすると思うんですよ。そうしようか。あ、やばい。コンポネートないわ。コンポネートないからそもそもできないって話だな。あとですね、あとスクラップメタルも欲しいんですよね。だから一旦ちょっと潜ってくるか。あと船、チェスト置けないかな、これ。また別の置けたら最高ですよね。あー、置かしてくれないのか。これ置けたら最高だったんですけどね。置けそうだったんだけど。そっか、無理か。諦めるか。まあいいや、とりあえず、そしたらコンポネートと、スクラップですね。それ目当てに行こうか。どこ行こうかな。まだアパートね。まあ36なんですよ、あんだけ取ったけど。築18でもいいけどな。マンション築18です。こっち方面行ってみましょうか。しかし、相変わらず早いですよね。これ。そうそう。ボート手に入れたじゃないですか。でもボートいらないんじゃないか、これ。むしろこれの方が、多分燃料使うでしょ、ボートって。だから、これの方がいいんじゃない?このままの方が。って思ってるんですけど。OK。ここは地区ですね。あー、そうだ。あと、そうそう。弾もあれだから、あ、ちょっと待って。来てるな。サメが。サメいてるわ。やべやべ。サメ倒すか一匹ぐらいならなんとかなるか。サメ倒しちゃいましょうか。あと、サメのヒレが欲しいから。いて。いたいていて。あ、そうだ。サメやられるとあれなんだ。出血するんですよね。ちょっと気をつけながら。よいしょと。あと多分一撃だと思う。サメこっちに向かってくるから、まだいいですよね。あ、バンテージ!くそ!オッケー!やっつけた。オッケーオッケー。バンテージないわ。もうしょうがない。死んだら死んだ時だな。あー、死んだ。よいしょと。仕方がないですよね。まあ。水を飲もうか。飯はあっち行った時でいいか。そんなに遠くないしいいですよね。泳いでいきましょう。まあ、死んだとしてもね、こうやって置いてくれてるからまだ優しいですよね。全ロストじゃないから。なんとでもなるな。メタルスクラップを大量にゲットして、新しい家大きく作り直したいですよね。あと、会場とかでこれ、いけんのかな?作れんのかな?家。会場で家作れたら、襲撃してくる人たち、今、遠距離攻撃してくるじゃないですか。海中だと遠距離攻撃してこないと思うんですよ。できないはずなんで。例えば、あ、置けますね、普通に。そっか、家、今度そしたら、新しく作るんだったら会場で作りましょうか。あと、硫黄も欲しいんですよね。ちょうどよかったわ。まあ、とりあえず海に潜ってですね、いろいろ探索をしつつですね、やっていったらいいか。あと、コンポネートも欲しいなぁ。来た来た来た。オッケー。ロッカージーンズっていうの手に入れましたね。ただいいかなぁ、ロッカージーンズとかって。あ、これですね。まあ、これ、服合ってるしね。このままで行きましょう。これなんか見たことない車だな。あ、でも中身一緒か。あ、ガソリン来ましたね。あー、この色の車はガソリン、出すかもしんないですね。いや、まだ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 謎がいっぱいですよね、このゲーム。あ、ホタテだ。ホタテいっぱいあるからいいか。ここ結構、あれだな。鉱石ありますね、硫黄が。硫黄はありがたいんでいいですけどね。弾作んのに必要ですからね。ただ今、銃がね、そんな強くないんですよね、あれ多分。距離そんな飛ばないしね。まあそういうのもあったりするけど。まあないよりかはいいか。あ、あとこれパトカーですね。パトカーから何か取れんのかな?ガソリン取れんのか?あ、めっちゃ取れる。あ、ショットガンの弾薬とか手に入った。何?銃の部品?何何何?ピストルタン?おー、なんかすごいことなって。すごいゲットしたぞ。何何?それ。おー、何今の。銃の部品?あとピストルの弾丸とか。あ、すごいな。ショットガンの弾薬とか。めっちゃ手に入れましたね。あー。ポリスカーいいですね。ポリスカー美味しいな。いや、まだまだこれ、あれだな。僕の知らないこといっぱいだ。探索すればなんか色々発見がありますね。新しい発見あるのありがたいですよね。なんか地区ごとによってその、なんか色々と違うっていうのがいいですよね。これ何もないのか。あ、ここにブループリントあるんじゃない?
あるある、ブループリント、あと装飾品がいっぱいあった。ブループリント、青いパターンの椅子覚えましょう。あと装飾品ですね。最近キー不足よりもスクラップメタル不足ですね。家を作るのにスクラップメタルが大量にいるんですよね。あれ、スタイル6っていうのも手に入れた。あー、これちょっとやってみる。エロいな。めちゃめちゃエロくなった。こっちにしとこ、悪くないけど。あー、もう6時だな、どうしよう。もう一旦帰らないとな、そろそろ。あと1時間で7時になっちゃうし、帰りましょうか。荷物もそこそこ手に入れたしね。で、目標だったコンポネートも手に入ったしね。帰ってきましたね。あ、疲れた、休んでくださいなってんな。寝るか先。お腹減ってる。弾薬の弾とかも、あ、またストレージがもういっぱいいっぱいですね。地球儀とかもとりあえず置きまくるか。圧迫してるから。とりあえずここに置いとこう。アフリカ大陸とかアメリカ大陸ですよね、これね。地球か、ここは。とりあえず貼りまくろうか、もう。何の絵だ、これ。あー、こういう子供の絵ですね。これは風景画かな。あれ、もう一枚手に入れてんの。じゃあ、もう一つこっちに置くか。あれ、同じだな、これ。同じやつゲットしたのか。よし、これで鉄の槍いけますね。クラウトしましょう。これ、さすがに強いんじゃない。変えましょうか。どんなんだろう。あ、こんなんか。うわ、ピン打ったけど、何や、今の。強そうですね。めちゃめちゃ強そう。それサメの皮でなんか作れんかったっけ。バックパック。あ、バックパックですね。これ作れるんちゃうかな。よし、作れますね、バックパック。作りましょう。オッケーオッケー。これを変えて。あ、そこそこ広がりましたね。そこそこ広がったけど、もっとあれですよね。広がってほしかったですよね。そんな広がらないな、思ったほど。ちょっと拠点作りましょうか、新しい。スクラップメタルもそこそこ手に入ったんで、今回鉄の拠点ですよね。大きくしたいですよね。もう手狭すぎるんですよね、今これ。明らかにね。誰が見ても手狭なんで。スクラップメタル結構手に入れたな。それでも足りないような気がするけど。で、冒険も行きたいんですけどね。拠点作りかな、やっぱり。どこに作ろう。こっちにしようかな。交易船の近くの方がいいような気がするけど、トレーダーの。まあ、こっちら辺に行きましょうか。ここら辺にしましょうか。ここら辺でちょっと拠点作ろうかな。ただ土台だけで終わりそうですけどね。まあ、徐々に徐々に作っていくような感じにしようか。海の上置けるしね。置ける置ける。よしよし。こんな感じで置いていきましょう。あ、もうなくなった。本当に土台だけで終わった。まあ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 、こんな感じですね。これ下どうなってんだ？あ、下そうなってんの？あ、浮いてる感じですね、完全に。そっかそっか。そんな感じか。スクラップメタルが余ったら、あ、ちょっと待って、これ、上、行けないわ。登れないわ。そうか。船がないとこれ登れないな。覚えとかないと。あ、まだあるわ、スクラップメタル。ちょっとだけあった。でも、登れないってことは、襲撃するやつも登れないってことですよね。ちなみに階段ってあった？はしご。あ、下作れますね。はしご作っとくか、とりあえず。これで、登れますよね。あ、登った、登った。オッケーオッケー。とりあえず土台だけですね。完成。しかし、このアパートメント図、まあ、36なんですよね。めちゃめちゃ取ったと思うんですけど、僕。ついでに、アパートメントを探索しようかな。また、スクラップ狙いですね。まだあんだけ取って36なのか。どんだけあるんだ、ここ。ずっとお世話になりっぱなしですね。こういうのとか僕取ったと思うんですけど。あれ、取ってなかったのかな？ここら辺見た記憶があるんですけど。何これ、金庫ですね。わ、なんかいっぱいある。ちょっと後で見よう。何手に入れた？強化構造図とかある。何それ。あ、基地建設の基礎。確定。あと、椅子ですね。何それ。あ、ちょっと待って。強化ドアとかできてる、これ。鉄のインゴットで作れるんだ。あ、これですね。強化基礎。あ、鉄のインゴットでできんのか。そうかそうか。まあまあ、よかったですね。いいものゲットできたんじゃないかな。お、これ見てなかったって話か、じゃあ。見たと思ったんだけどな。見てなかったみたいですね。
見落としてたのかな。ここにもなんかあるわ。はい、見落としてた可能性ありますね、いろいろ。あと油絵とか、またカーペットとか手に入れましたね。何これ、これ壊れた GP20 っていうのも手に入れてる、いつの間にか。拳銃作るベンチ、あれを作ったら直したりするんじゃないかな。42% ですね、それでも。だいぶ取ったと思うんですけど。ちょっと荷物整理またしないといけないな、これ。な、来た？あ、来てる！いつの間に来た？全然気づかなかった。あ、ちょっと待って、なんか違うぞ、こいつら。強いやつが来た、もしかして。違うやつが来た。うわぁ、ちょ、待って、飛び道具落ちてきましたね。違うやつが来た、いきなり。違う敵ですね、これ、明らかに。あ、いてててて。ちょ、強すぎない？めちゃめちゃ強いんですけど。あー、死んだ。嘘。凍えてますになってる。ちょっと夜危険だな、これ。ないな、飛び道具。一撃与えるのでやっとだ。ちょっと待って。凍えるになってるし。よいしょ。いった、死んだ。すぐ死んじゃうぞ、これ。やべやべ、めちゃめちゃ強い敵が現れた。いや、拠点潰されそうだな、これ。見てる人、ちょっとこれ暗すぎてわかんないんですよ。君たち。夜は来ないで。あ、でも武器が強いから、そこそこ減らせますね、これ。オッケーオッケー。武器強いよ、やっぱり。買い取ってよかった、これ。買い取ってよかったですね。おお、強い、強い、強い。まだいける？終わった？あ、まだいける。2発ぐらいでやっつけねえんな。あー、あと、死んだ。寒すぎてスタミナがこれ、死んでますね、もう。一発こう、やって終わりだ。まだいてんのか？あ、終わりましたね。終わった、終わった。やっと終わったわ、もう。あ、なにこれ？トゲのあるクラブ。初めて見た。回収していきましょうか、とりあえず。寒がってるけど。よし。これで全部回収ですね。寒がってるわ。よし。ちょっと温まって。このまま朝迎えましょうか。いやー、きついな。さっきみたいな敵がまた来るってことですよね。これからそういうことだ。やばい、やっぱ、拠点強化急がないとやばいわ、これ。拠点早めにちょっと作りましょうか。やっぱ。別のやつが来ましたからね。強いし、しかも。今までとはちょっと、別次元のやつらが来たからな。あ、トゲのあるグラブ手に入れたんですけど、33弱いんですよね。まあ、70だから、圧倒的違うわ。いや、これから厳しくなりそうですね。敵が強くなって。あと、今んとこ、鉄が、12個できたんですけど、なんかできたっけ？エア充電だけは作っとくか、せめて。このエアタンク補充できるんだったら、あった方がいいですよね、せめて。あっちで作った方がいいような気がするけど、いや、作っちゃおう。またそのうち、インコット手に入りますよね、きっと。そうそう手に入らなかったらちょっとびっくりするけど、これで研究ですね。はい。あ、ギリギリでいけるわ。作れるわ。エア充電。あ、そんなに大きくないな。よかったよかった。もっとでかいものだと想像してた。窓際に置きたくないけど、おっか。ここに置きましょうか。エアタンクを設置してください。ん？設置したけど、どうやって設置した今。え、これどうやって充電すんの？勝手にしてくれるだって話？え、でもエアってどっから抽出してんだろ、こいつ。まあ置いときましょうか、とりあえず。これでいいのかな？あ、コンバットアーマーとか良さそうですよね。マリンフィッシュの皮一つあったと思うんですよ。あったあったあった。よし、とりあえず研究しましょうか。あと、アイアンヘルメ、アイアンヘルム。アイアンヘルムは？こっち5か。アイアンヘルムはまだいいか。今着てるやつが1ですからね。あ、マリンフィッシュの皮2ついるようになるのか。足りないですね。ちょっと取ってきましょうか。次マンション方面行きましょうか。とりあえず素材集めないと何もできないからな。あと、襲撃者が、やばいことになってるから、どないかしないといけないっていうのもあるし、この辺マンション。マンションもまだ、中途半端だったと思うんですよね、探索。で、スクラップメタルも大量にいるし、新しい拠点ね。他にも色々、必要だと思うけど、あと、マリンフィッシュの皮だから、あいつらやっつけるか。あ、2発になりましたね。2発になったわ。強くなった、やっぱり。オッケーオッケー。やっぱ2発だ。間違いない。強い強い。いや、これ、もう、魚飼った方が早いんじゃないか。食料。
ホタテか、あとは魚でいいんじゃない？あー、これマンション扉開けないといけないのか。これエアーないとちょっときついかもな。あと木材がやたら手に入んな。よいしょと。あ、ブループリント来ましたね。柄のチェックソファー。うん、覚えましょうか。チェック柄のソファー、また別なのかな。マンションはそんな美味しくないな、これ。まあ今スクラップメタルが目当てなんでいいんですけど、そんな美味しくないですよね。いや、アパートがこう優秀すぎたんだな、きっとあれ。あと硫黄ってそこら辺にありますね。そっか、硫黄そんな難しくないんだな。サメやっちゃうか。もうやれそうですね、これ完全に。戦ったら戦えるな。あ、オッケーオッケー、サメゲットですね。これ魚取った方が良さそうですね。ちょっと待って、これ何、これ気になるな。あ、これ取れないのか。取れそうだったんですけど。あ、何これ。あ、ここ取れんのか。メタルスクラップ。なんかいいもん取れそうですけどね、これ。こん中に入れるってこと？あ、そういうわけじゃないの。あ、タイヤがあった。ゴムですね。ゴムありがたい。あと、鉄鉱石はやっぱ、こういうところにないのかな。地上でないとないかもしれないですね、鉄鉱石。あと、これは？あ、これも調べれる。やっぱでかい車はいろいろいいですね。いっぱい手に入るわ。こん中は？あ、なんかありますね。あー、ここにいっぱいあるじゃないですか。ちょっと取っていこうか。ちょっと上上がってみよう。バンナナネックブラック。あ、ここに巻きましたね。そういうのもあるのか。あ、これか、こっちか。覆面にしましょうか。あと、マスク？ああ、見えないの。まあ、どっちでもいいか。あと、赤い針のソファー。オッケーオッケー。マンションは装飾品が豊富かな？そんな印象を受けますね。あ、そういや、鉄鉱石ってリスポーンしてないかな？ちょっと見てこようか。あ、ありますね。あ、僕の取り忘れかな、単なる。あ、リスポーンしない可能性が出てきたな。取り忘れかもしんない、単なる。メタルスクラップちょっと手に入ったんで、家作りに行きましょうか。これ、登れないんですよね。うまいこと。登れるときと登れないときあるけど、これなんだ、この差は。登れない。この差は何だろう。オッケーオッケー、行けた。どうしよっかなと、防御力が高い金属のゲートにしようか。扉。あえて。うん。防護壁の方がいいんじゃない？これ。普通の金属の壁より。こっちにしようか。こっちの方が強そうだもんな。綺麗に並べることはできないかもしれないけど。こっちの方が強そうだ。あ、もうなくなった。もうなくなっちゃったな。早いな、やっぱり。トンカチで調べることできないのか。どれぐらいの防御力か。まあまあ、ここら辺はちょっとおいおいでいいかな。ゆっくりちょっと建築はしていきましょうか。じゃあもう6時になっちゃうんで帰りましょうか。一気に建築は難しいから、冒険に行きつつ建築はしていくような感じにしようかな。じゃあコンバットアーマーですね。プラス12。今までのが1だったんでだいぶレベルアップですね。オッケー、装備と。あ、こっから上切るのか。切るタイプなんですね。はいはいはい。オッケーオッケー。これ防御力かなり上がりましたね。あと銃工房でしたっけ。これも作りましょうか。手に入れた、ここら辺のやつ直せんじゃろうかな。ね。これでできますね、重工房。あー、やっぱそこそこでかいな、これ。置く場所がないな。あっち側で置いたらいいって話なんでしょうけど。あー、もうこれ潰すか。プランター潰しましょうか。んで、重工房。新たに重工房。よし。OK。重工房は、あー、こんな感じなんだ。あ、これ手に入れましたよね。あ、銃の部品をいっぱい持ってきて、それで作るのか。そうか。ちょっと待って。今持ってる銃って、ダメージ60ですよね。あれ？他のやつ弱いぞ。40とかだけど。なんか、古いやつだったら80とか、ですよね、これ。どれが正解だ？これ持ってるんですよね。あと、銃の部品を、5つ持ってきたらこれできる。銃の部品が重要になってきますね。あ、そうか。今必要性を感じないな、じゃあこれ。
なるほどね。未来にちょっと片足突っ込んだ状態ですね、まだ。